穏やか現象学校は明治時代から終戦直後1946年まで東京、原宿にあった公立小学校である。現在の渋谷区地域においては4番目に古い歴史を持つ小学校であった。穏やか現象学校は江戸時代から続く寺子屋教育に橋を発する学校であり、1881年東京府南豊島郡温田。 原宿両村の連合小学校として原宿70番地に開校した。当初の児童数は24名で、近隣の妙園寺などの寺小屋の生徒も収容された。その後、穏やか現小学校と改名されたが、穏やか、原の名は、穏やかだと原宿から一時ずつ取ったもので、穏やか第一丁目に邸宅を構えていた、明治の元君、後の陸軍大将、大宣言による命名である。 穏やか現小学校後に立つ旧原宿中学校、神宮前三丁目、2011年住宅化の進行と児童数の増加に伴って1889年には、現在の明園寺の地に校舎を新築した。その後も、児童数は増加し、1900年には、原宿170番地に移転、さらに最終的な所在地となった。 現在の渋谷区神宮前三丁目に移った。この間、1923年には、後に、神宮前小学校となる文教場、豊玉郡千駄ヶ谷町立穏やか現神城、小学校文教場が開設されている。1941年には、国民学校令の発布に伴い、原宿国民学校に変わった。このように目覚ましい発展を遂げた学校であったが、 太平洋戦争の戦局の悪化に伴って1944年より疎開、1945年5月のアメリカ軍による東京大空襲により校舎のすべてを消失した。学校は敗戦後の1946年3月、復興されることなくそのまま廃校となり、在校児童は神宮前小学校に移された。廃校の背景には、 生徒数の激減があったとも言われる。学校跡地は1960年から外苑中学校の文教場として使われ、1962年には独立した中学校、原宿中学校となった。その原宿中学校も1997年をもって廃校となり、敷地、建物は現在、渋谷区の福祉施設、ケアコミュニティ原宿の丘として使用されている。 ABC 東京ふるさと文庫11東京に、ふるさとを作る、改編、渋谷区の歴史名著出版昭和53年9月30日発行、P131ABCDEF 穏やか弦、小学校旧跡渋谷区神宮前三丁目10番、渋谷区教育委員会解説、穏やか原人城小学校散策マップナンバー3、JR 原宿駅から、明園島で、 渋谷歴史散歩の会2002年4月発行。現住所は、東京都渋谷区神宮前3-8-9、創立年月日、一覧表東京都教育委員会、2011年5月7日、閲覧奮闘場の設置を1922年としている。資料もある、ケアコミュニティ原宿の岡株式会社渋谷サービス公社。ありがとうございます。